割と前にも言いましたけれども、まあ、えーまあ、当然のことながら、えー、業務上知り得た情報を、えー、こういう場で、えー、話しちゃいけないっていうのはね、当然のこととしてあると思うんですよ。だからまああの、本当はここで喋りたいくらい、あのお腹を抱えて笑ったエピソードって、そうね、一日に一つぐらいはあるものなんですけれども、ちょっと言えなかったりしてね。 なんかこう、残念な感じなんですけれども、えっ、ー、と、昨日、こんなことがあったよってことを一つ話すと、これね、あの、別に、あの、腹抱えて笑えるタイプの面白い話は全くないんですけども、えっ、ー、と、4日、6月4日金曜日の予言にですね、ある教室で、まあ、授業してましたと、ある先生が授業してましたと。で、その人は、えー、マイクを使って、えー、教室で喋ってましたと。 で、そのマイクが拾った音を当然教室のスピーカーからこう出してるわけですけども、それ全然普通に出てたんですよね。音として綺麗にその先生の声出てたんですけども、教室に来られない学生さんがいるっていうことで、えー、ズームを使ってライブでリアルタイム配信してたんですけれども、そのズームで授業に参加してる学生の方から、なんかその、先生が喋ってる時の音が、なんか、 みたいな感じのなんか雑音が入ってちょっと聞き取りにくいですみたいな感じの連絡があったらしいんですよ。でとりあえずその教室に今はその授業中だったんですけどもそういう連絡が来たので、まあ、出動しましてで出動っていう時にはそれはまあ、えー、それを担当してくださってるスタッフの方とでま,まず最初にその 超フットワークの軽い課長さんがいるんですけども、課長の2人でバーでかけていって、なんか何回かこう行ったり帰ったり、行ったり来たり行ったり来たりしてね、その教室との間を行ったり来たりしながら検証してたんですね。その、ズーム上でも何か問題起こっていないかとか、大学の中のインターネット回線がおかしいことはないかとかね、いろんなことを確認したりするんですよ。そのズームの設定であったりっていうのは、その、学生の側であったりとか、教員の側であったりで、 普段使っているズームの画面にはないような情報っていうのは別なところにあったりするんですけどもまあそういうのも見たりとかねしたんですけれども原因がわからなかったんですよで要するに100分授業の間で、まあ、最初からあのとある途中のところからそういう何か不具合がある,あるようだっていう情報が入ってきてでそのお二人はね対応していてでその最初のうちは僕はちょっと別な用事があったので最初の この話は全然知らないんですけど、途中でその、そういう問題が発生してるってことに気づいて、気づいてっていうか知らされて、で、まあ僕もその教室見に行ったりしたんですよね。で、教室でこうやってふーって聞いてても、確かにその教室のスピーカーから出る音は問題ないっていうことで、まあ、こう、授業は進んでいるので、その、検証できること、調べられることに限界があるんですよ。

まあ、授業が終わりまして、うちとしては、まあ先生にお詫びをして、その、その段階では原因が分かってなかったんだけど、とにかくそういう、えー、雑音が入ってしまったことについてね、お詫びをしまして、で、その先生たち、先生が、その授業の荷物っていうのかな、使ったものを、まあ、 持ってて帰られて先生がその教室から撤収してね。後に、まあ、あの、そのお二人と僕で、その教室の機器類を検証するんです。検証したんですよね。で、まあ、あーでもない、こうでもない言いながら、あの、いろんなところを試しながら、いろんなことを試しながら、Zoom を使って実際に、その、配信しながら、Zoom の映像とか音声を、そのスマホその他の、えー、使ってね、聞いてね。 音がどういうふうに聞こえてるかっていうのを検証したんですよ。で、最終的に分かったのはね、ある機械とパソコン、ある機械とある機械をつないでいる USB のケーブルがあるんですけどね、それが悪いってことに気づいたんですよ。つまり、一本一本ケーブルを差し替えるとかね、いろんなことを検証していった中で判明したのは、ある一本の USB ケーブルが、まあ、ダメだということに気づきまして、 すごいよね。まあ、とにかくその、問題を特定できたっていうことなんですけども。まあ、あのー、これ、こういうことある、あのー、ありますよね。あの、こういうことあるっていう認識を持ってる人もちょっといるかなと思いますけれども。あの、USB ケーブルとかさ、スマホの充電ケーブルってさ、その、刺す、刺し口っていうのこの、刺すところのさ、なんていうのこの、この、 大きさの規格とかあるじゃないですか。例えば、ライトニングとか USB-C とかさ、USB-A とかさ、あるじゃないですか。でも、それだけじゃないんだよね。それだけじゃなくて、そのケーブルがどれぐらいのものを伝達できるかみたいな能力が違うときもあるんですよね。でね、そういう、その、そこの教室に刺さっていた USB ケーブルの、まあ、ある、使用上の問題によってね、その雑音が入っていたってことを判明したんでね。 いや、すごいわ。まあ、だからそれやっぱさっさプロですよね。っていうことに気づきましてね。まあ、問題は、あの、解決したと言えばしたんですけどね。だから昨日の予演の授業の、ある授業を見ていた人はね、あの、ズームに参加していた人にちょっと、あの、申し訳ないです。あの、昨日のその、えー、授業中だけはその、雑音的なもの入っちゃったんでね。それはね、ごめんなさい。あの、直せないんで。ただ、来週以降は、あの、音は出ないと思いますんでね。まあ、あの、ご迷惑をおかけした方いらっしゃると思うんですけども、お詫びいたします。 こんにちた